打って投げて走って大活躍中のエンゼルス大谷翔平選手。彼は今時の人と言っても間違いないでしょう。二刀流として今季もフル回転を見せており、特に今季は投手としてエンゼルスに欠かせない存在となっています。最近の試合ではロイヤルズを相手に8回無失点のピッチングは圧巻でしたね。シーズン序盤は好調だったものの、エンゼルスに暗雲が立ち込めてきた今、大谷選手がエンゼルスに留まるかどうかに注目が集まっています。今シーズンで一旦エンゼルスとの2年契約が切れる大谷選手。エンゼルスとしてはチームの主力であり、世界が注目するスター選手である大谷選手を手放したくないはずです。今シーズンオフで契約が切れるのを待たずにトレードになるのではという見方もあります。なので今後どうなるのかは本当に分かりません。もちろん今やチームの顔となっている大谷選手を手放したくはないでしょう。しかしある記事によると、エンゼルスには大谷選手を手放さざるを得ない懐事情もあるようです。また大谷選手自身も昨シーズン終盤インタビューの中で次のように語っていました。もちろんファンの人も好きだし、球団の雰囲気も好き。ただそれ以上に勝ちたいという気持ちの方が強い。プレイヤーとしてはそれの方が正しいんじゃないかなとは思っています。大谷選手のこの言葉に野球ファンが騒然としました。大谷選手らしく少し控えめで遠回しな言い方でしたが、単刀直入に言うと、勝てるチームに行きたい、ワールドシリーズで優勝を狙えるような、世界一を味わえるようなチームに行きたい、もっとヒリヒリするシーズン終盤を味わいたいということを言いたかったんだと思います。大谷選手にとって試合に勝つことは非常に重要な事項です。自身が登板する際には絶対に負けないと気持ちのこもったピッチングで雄たけびを上げる姿も多くなりました。そんな大谷選手にとって今のチーム成績は歯がゆいものに違いありません。もっと勝ちたいという気持ちは増しているのだと思います。マドン監督も解任され、レビン監督の手腕が期待される今、大谷選手のこれからはどうなっていくのでしょうか。今回の動画では大谷選手の今後の契約やトレードの可能性についてさまざまな意見を紹介しながら考えていきたいと思います。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。大谷選手の去就はどうなるのか。さて、まずは今の大谷選手の状況を整理しておきましょう。大谷選手は2020年のオフに2年間の契約延長をしており、2022年シーズンいっぱいでエンゼルスとの2年契約が切れることになります。しかしながら大谷選手が FA 権を獲得できるのは2023年シーズンが終わってからになります。 FA 権を取得すると大谷選手は全球団との交渉が可能になります。二刀流選手として投打ともに高いパフォーマンスを見せている大谷選手は、おそらくどこの球団からも引っ張りだこになると思うので、今季のエンゼルスとしては大谷をどうにかつなぎ止めておきたいと思っていたことでしょう。ここだけの話ですが、2022年のシーズンが始まる前に、実は非公式で大谷選手の残留について、大谷選手の代理人であるネズ・バレロ氏とオーナーのモレロ氏で対談する機会があったそうです。エンゼルスの球団側としてはメジャー最高額の日本円で約58億円となる年俸4330万ドルを上回る額が必要になるという認識を示しているといいます。2022年のシーズンが始まる前にはそういった見方を示していたそうなので、おそらく日本円では約60億円で契約をするのではないかと言われています。エンゼルスとは再契約するのか。大谷選手が2023年シーズンもエンゼルスでプレーする場合、2つのパターンが考えられます。1つ目はエンゼルスと2023年シーズン1年間だけの再契約を結ぶパターン、2つ目はエンゼルスと2023年からの大型契約を結ぶパターンです。それぞれ詳しく見ていきましょう。2022年終了後、エンゼルスと1年間の再契約。まずはエンゼルスと2023年シーズン1年間だけの再契約を結ぶパターンです。この場合、2023年シーズンはエンゼルスでプレーすることになりますが、シーズン終了後は FA 権を獲得し、エンゼルス以外の球団とも交渉が可能になります。大谷選手が怪我なく無事にシーズンを終えた想定で考えると、おそらくはどの球団も大谷選手を獲得したがると思うので、
大谷選手にとってはいわゆる選び放題な状態となります。ちなみに23年オフに FA になれば年俸4000万ドルから5000万ドル、約53億から約63億円、そして少なく見積もっても5年総額2億5000万ドル、約336億円と予想されています。そうなってくると競合チームも獲得に乗り出してくると思うので、現在のチーム状況のままであれば彼が再びエンゼルスとの契約延長を選ぶ可能性は低いでしょう。またエンゼルスとしても大谷選手が FA 権を取得し FA 権を行使するということは他の球団に行こうと思っていることは間違いないので、エンゼルスも早々と争奪戦から手を引くことが予想されます。大金を積むライバル球団がいる中、エンゼルスが大谷選手残留に名乗りを上げる可能性はかなり低くなってくると思います。2022年終了後、エンゼルスと複数年の大型契約、次にエンゼルスと2023年からの大型契約を結ぶパターンです。このパターンは実はチームメイトのトラウト選手と同じパターンです。トラウト選手も契約が切れる直前に追加で10年の大型契約を結んでいます。しかし今のエンゼルスに大谷選手を引き止めるだけの材料があるかが問題となってきそうです。もちろん現在のリアル二刀流を続けられるというのはメリットですが、ワールドシリーズ制覇を目標としている大谷選手にとって今のチーム状況は思わしくありません。ナリーグにも DH 制が導入され、二刀流で活躍できる可能性が広がった今、大谷選手がより勝てるチームを選ぶことになっても不思議ではありません。さらにエンゼルス側からしても大型契約を躊躇する理由があります。エンゼルスは近年の大型契約に失敗続きなのです。例えば11年オフに獲得したアルバート・プホルス選手、10年総額2億4000万ドル、日本円で約261億円の大型契約を結びましたが、金額に見合うほどの活躍を見ることはできませんでした。トレードで獲得し、その後5年総額1億600万ドルの延長契約をしたジャスティン・アップトン選手に関しても同じです。彼は故障、不調が続き思うような結果を得られませんでした。さらに現在大型契約中のトラウト選手やレンドン選手も怪我での離脱が相次ぎ安定感に欠く状況です。もちろんエンゼルスの顔として活躍しているトラウト選手を大型契約でチームに留められたことは紛れもなく最高の契約だったと言えることでしょう。しかしそれ以外の大型契約はうまくいったとは言えないようです。エンゼルスの厳しい懐事情、さまざまな可能性があるとはいえ、エンゼルスが簡単に大谷選手を手放したくないと考えていることに変わりはないでしょう。冒頭でも述べましたが、今シーズン前のスプリングキャンプの際、エンゼルスは大谷選手の代理人であるネズ・バレロ氏と非公式に契約延長の話をしていました。その席で球団側は大型契約を結ぶ場合、球界の平均年俸最高額の4330万ドル、約58億5000万円を超える過去最高の平均年俸を用意する必要があるとの認識を示したとのことです。ですが活躍に見合う年俸を用意しなければならないと分かっていても、そのお金を捻出できるかは別の話です。現在エンゼルスの懐事情には少々問題があるのです。その事情というのが贅沢税を払いたくないモレノ氏の意向、レンドン選手、トラウト選手の大型契約という点です。順に見ていきましょう。贅沢税を払いたくないモレノ氏の意向、最大の問題は贅沢税を払わないことを重視しているエンゼルスのオーナーであるアルトゥロ・モレノ氏の契約方針です。大リーグでは金満球団の選手独占を制限するため、球団の年俸総額の上限が設定されており、21年は2億1000万ドル、約231億円が上限となっていました。これを超えると CBT と呼ばれる競争的均衡税を支払う必要が生まれてしまいます。ちなみに2021年贅沢税基準額2億1000万ドルを超過したのはドジャースとパドレスの2チームのみでした。ドジャースが2億8560万ドル、パドレスが2億1650万ドルでした。特にドジャースは金満球団として知られており、贅沢税も気にしていないご様子です。
毎年トレードで有望な選手を獲得したり、高い年俸、贅沢税を払って素晴らしい選手を獲得している球団なのです。そして2022年の贅沢税基準額は、シーズン開幕前の労使協定の交渉もあり、2億3000万ドルに引き上げられています。しかしながら年俸額も前年に比べて非常にアップしており、ドジャース、メッツ、ヤンキース、レッドソックス、フィリーズ、パドレスの6球団は贅沢税を支払う形となっております。それぞれの年俸総額は以下の通りです。ちなみに2022年はドジャースが3億ドルもの年俸総額を支払っており、2位のメッツも2億8800万ドルと多額の年俸を選手に支払っています。一方でエンゼルスは8位の2億754万ドルとなっており、贅沢税基準額である2億3000万ドルは超えていません。というのも、モレノオーナーは絶対に贅沢税なんて支払いたくないと思っているそうで、ドジャースやメッツなどの金満球団とはわけが違います。モレノ氏はもともと野外広告系のビジネスで大成功を収めたビジネスマンだそうですが、経営が赤字になるほど金銭的な無理をしたくないというタイプなのです。エンゼルスが贅沢税を払ったのは2004年のたった一度きり、徹底して基準値以下の年俸総額を維持してきたのです。さらにモレノオーナーが財布の紐を緩められないのには、トラウト選手、レンドン選手との大型契約も関係しています。レンドン選手、トラウト選手の大型契約。さて、レンドン選手とトラウト選手の契約金はいくらになるのでしょうか。トラウト選手の契約は2019年から12年、総額4億3200万ドル、約480億円。レンドン選手の契約は2020年から7年、総額2億4500万ドル、約270億円。2人合わせて年間7000万ドル、約100億円以上支払うことになる計算です。2023年の贅沢税の課税基準は2億3300万ドル。つまり贅沢税を払わないためには、エンゼルス全体の年俸額を2億3300万ドルより低く抑えなければなりません。ここに大谷選手の1年4300万ドル、60億円が加わるとどうなるでしょうか。大谷選手を含めると3人の選手だけで支払い額は1億ドルをオーバー。正直現実的ではありませんね。今後もモレノオーナーが贅沢税を支払いたくない方針を崩さないのであれば、大型契約で大谷選手を抱えるのは難しいでしょう。またたとえ大型契約で大谷選手を引き止めたとしても、エンゼルスの成績が必ずしも上向くわけではありません。もし大谷選手と大型契約を結ぶとなると、他の選手と高額の好条件で契約することができないため、あまりいい選手を獲得することができなくなってしまいます。米紙ニューヨークポストは、エンゼルスのチームバランスの偏りについて指摘しています。現時点でエンゼルスはまたもプレーオフを狙える位置にはおらず、今でさえ選手層も薄いのに、ここから大谷の年俸を10倍にしてもバランスが取れたチームになるわけがない。まさかのトレードもあり得る。ここまで大谷選手が2023年シーズンもエンゼルスでプレーする場合の2パターンと、エンゼルスの厳しい懐事情を見てきましたが、大谷選手が FA 権を獲得する前に移籍する可能性もあります。その可能性というのがトレードです。2023年シーズンはエンゼルスに契約の権利があるのに、どうしてわざわざ手放すの？と思う方もいるかもしれません。ですが、エンゼルスとしてはどうせ FA で移籍してしまうのであれば、トレードした方が良いという判断になるのです。もしエンゼルスが大型契約を結べずに、大谷選手が FA 権を行使して移籍してしまった場合、結果としてエンゼルスは選手を1人放出しただけという結果になります。しかしトレードをした場合、大谷選手こそ失いますが、それに見合うだけの有能な若手選手を複数名獲得できます。そのためトレードに踏み切る可能性が示唆されているのです。ちなみにトレードに関しても2つのパターンが考えられます。今シーズン終了を待つことなくトレードするパターンと、ひとまず1年契約を結んだ後、2023年内にトレードするパターンです。2022年内にトレード。もし今シーズン中のトレードとなれば、交渉のデッドラインは現地時間の8月2日となります。
現状、大谷選手のトレードについて本格的な報道は出ていないので、このパターンになる可能性は低いと思います。ただ、水面下で話が進んでいるかもしれないので、油断はできませんね。2023年内にトレード。そしてエンゼルスと来シーズンのみの1年契約を結んだ後のトレードになれば、来年の夏にどこかのチームへ移籍することになります。いずれにしてもシーズン途中でチームから離れるというのは少し複雑な感じがしますよね。新しい環境ですぐに結果が出るとも限らないので、トレードとなる大谷選手にとっても負担になるかもしれません。エンゼルスのミナシアン GM はトレードの可能性について次のようにコメントしています。私の立場からしても間違いなく他の選手よりもトレードが難しい存在はいます。しかし私は何事にも柔軟な姿勢です。他球団からのアイデアを受け入れています。エンゼルスとしては思い切ったトレード戦略も考えているということですね。さらに今後エンゼルスは主力選手を一気にトレードに出す、いわゆるファイアセールを行うのではないかとも予想されています。そうして若い有力選手を集め、低迷が続くチームを心機一転立て直しを図ろうというわけです。大谷選手は何を望むのか。球団の事情はさておき、最終的にどうするか決めるのは大谷選手自身です。大谷選手は何を望んでいるのでしょうか。真意はあまり語らない大谷選手ですが、昨シーズン終盤にインタビューで語った言葉が印象的でした。記者からのエンゼルスに残留したい気持ちは？という質問について次のように語っています。もちろんファンの人も好きですし、球団自体の雰囲気も好きであるので、ただそれ以上に勝ちたいという気持ちが強いですし、プレイヤーとしてはそれの方が正しいんじゃないかなと思っています。そんな大谷選手にとって2021年のシーズン終盤に語った言葉は、強いチームで戦いたい、ワールドシリーズで優勝したいという気持ちの表れだと思います。チームもファンも雰囲気も好きだが、それ以上に勝ちたい、それが自分には一番大きい。この発言も踏まえて考えると、大谷選手の望みは勝てるチームに行きたい、選手としてもっと成長したい、自分の力でチームを強くしたいというようなところだと思います。大谷選手も FA 権を獲得する頃には29歳、ずっと掲げてきた世界一の選手になりたい、ワールドシリーズ制覇をしたいという目標を達成するためにも、二刀流で活躍できているうちに勝てるチームに移籍しておきたいと考えているかもしれません。移籍説、残留説、まだ半々。トレードなのか FA なのかは分かりませんが、現時点で大谷選手が移籍する可能性が高いと言われている球団があります。それがロサンゼルスドジャースとニューヨークメッツです。ドジャース移籍説。ドジャースは大谷選手がメジャーに渡った2017年末の争奪戦でも書類選考を通過し、面談にこぎつけた7球団のうちの1つ。毎年のように地区優勝を果たし、リーグ優勝は過去24回、ワールドシリーズ制覇も7回果たしている常勝軍団です。2017年当時はナ・リーグに DH 制がなかったため、リアル二刀流での活躍がしにくい状況でしたが、現在はその心配もなくなりました。球団としても複数ポジションをこなせるユーティリティプレイヤーには好意的で、大谷選手にぴったりだという意見もあります。さらに MLB のベテランスカウトは大谷選手の移籍について次のように語っています。エンゼルスは全力で引き止めるだろうが、大谷はより優勝に近い位置にいる環境を望むかもしれない。ドジャースは金満チームだから札束構成をかけるはずだ。彼が言うように、ドジャースはエンゼルスと違って欲しい選手にお金をかけることを厭わない経営方針です。しかも高い金額で契約していたデビッド・プライス選手、クレイトン・カーショー選手、コディ・ベリンジャー選手たちの契約がちょうど切れるタイミングで、合計約240億円の余裕ができるというのです。ドジャースにとってはこれ以上にないタイミングなのです。お金をかけることもそうですが、カーショー選手、ベリンジャー選手が抜けてしまうことで、同時に大谷選手が希望する条件とマッチしそうな気がします。もう一人エース級の投手が欲しい、もう一人ホームラン打者が欲しいと考えているに違いありません。 DH の枠も現在はジャスティン・ターナー選手という選手が打っていますが、37歳という年齢もあり、
大谷選手が獲得できるなら DH の席を空けてくれることでしょう。このように大谷選手獲得に向けた条件がかなり揃っているドジャース、もはや条件を大谷選手獲得に合わせてきているのではと思ってしまいます。すでに水面下では大谷獲得へ動き出しているという話もあります。ドジャースへ移籍するのではないかという見方はかなり強いようです。メッツ移籍説、またメッツに移籍するのではという説も出てきました。アメリカスポーツ専門放送局 ESPN の番組でバスター・オルニー記者がニューヨークメッツが獲得する可能性が高いと語っています。大谷がエンジェルスに入団するのに最も尽力したのが当時の GM ビリー・エプラー氏だ。彼は今メッツの GM として MLB で一番資金力があるオーナースティーブ・コーエンの下で働いている。エプラー氏の大谷に対する愛は深く、きっとエプラー氏がいたからこそ大谷はエンゼルスに決めたのだと思う。このように語っており、大谷選手について深い理解を示しているメッツのエプラー GM が大谷選手の獲得に乗り出し、話がそこでうまくまとまるのではないかと言われています。またあるスポーツラジオ局は次のように語っています。もし大谷が市場に出るとすれば、メッツは理想的な移籍先、勝てるチームであり、オーナーが大谷を獲得できるレベルの巨額資金を積極的に投じる数少ない球団だ。エンゼルスは大谷に対していくらの資金を投じることができるのか疑問だ。とはいえ、エンゼルスに残ろうが移籍しようが、大谷はプロスポーツ史上最高クラスの巨額契約を得ることが見込まれている。一方で、このままエンゼルスに残留するだろうという見方もないわけではありません。それはそうですよね。チームの顔、主砲として活躍しているトラウト選手に匹敵するほどの人気と実力がある選手をそう簡単に手放すはずがありません。事実、大谷選手が抜けてしまった場合、来場観客数が激減してしまうと言われています。エンゼルスを担当しているレッド・ボリンジャー記者も、大谷選手からエンゼルス愛が感じられると話していました。チームメイトと楽しい時を過ごしているように見えます。周りの選手とジョークを言ったりしていますよ。特にデビッド・フレッチャーとは仲がいいようです。同僚と意気投合しているように感じます。そしてアナハイムのファンも間違いなく気に入っています。見たところ大谷はエンゼルスでプレーすることを楽しんでいるようです。ボリンジャー記者は大谷選手が FA 権を行使した場合の金額についても予想しています。翔平はお金だけが大事とは思っていないでしょうが、10年3億ドルくらいの金額にはなるでしょうね。今世界でトップレベルの選手です。昨年は球界でも圧倒的にベストな選手でした。それほど才能があります。大谷レベルで打って投げてをできる選手は他にいません。ですから私としても契約の額がどんなものになるか非常に興味があります。ちなみに球団地元紙のロサンゼルスタイムズは10年総額3億から4億ドル、405億から540億円と予想していました。大谷選手の実力を評価しているからこそ、長期契約を結ぶとなれば、それ相応の金額を提示しなければなりません。エンゼルスが大谷選手を引き止めるためには、前代未聞の二刀流に思い切って投資する覚悟が必要になるでしょう。さて、いかがだったでしょうか。大谷選手を取り巻く球団事情やトレード、移籍の可能性については、エンゼルスが不調なことも相まって様々な憶測が飛び交っています。皆さんはどのように感じましたか。予想とは別に、やはり個人的な思いとしては、大谷選手にはエンゼルスでワールドシリーズに出てプレーしている姿を見ていたい気持ちもあります。なので残りの1年半でチームが急速に強くなることを期待します。あの赤いユニフォームを着て投げて、打って、走って、チームメイトと仲良く笑い合う姿ももっと見たいですし、エンゼルスの雰囲気が大谷選手に合っているような気もします。しかしその反面、大谷選手ほどの実力と人格を備えた選手であれば、どこのチームに行ってもチームメイトに受け入れられ、すぐに馴染んでいくんだろうなとも思います。7月はトレードの情報が一気に出てくると思うので、気がついたら大谷選手が別のチームのユニフォームを着てプレーしていたなんてことにもなりかねません。トレード情報については今後も追っていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。
またぜひ今回の動画についてのコメントもいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。